はい、ヨウさん、森あやめさんに来ていただきました。はい、森さんよろしくお願いします。お願いします。今年森ビルカップで優勝されて、はい、おー、うん、本物ですね。今日愛媛城くんでね、一緒に回らせていただきました。はい、スコアは2アンダー。2アンダー、はい、全然ダメでした。うん、まあ、はい、ご不満でしょうが、はい、でもすごいショットが正確っていうか、うん、アイアンショットがね、すごい上手だなと思って。ですよね、うん、はい、でユーティリティもすごい全部ピン刺してたじゃないですか。うん、でグリーン周りもうカラーちょっと外れただけでも全部ウェッジで、はい、パターは使わず、ね、ドライバーが少し距離があんまり出る方じゃないなと思ったけど、はい、その分その他が激うまだなっていうのがちょっと今日印象でした、うん、ね、あの男子でも、ね、コーリーペイビンと回った時にもうティーショットが全然止まなくて、うん、この人どんだけその他のショートゲームうまいのかなと思って見てたんですけど、だからね、そうやって距離出なくてもステップで優勝できるっていうね、うん、しかもシシドなんて結構 ね距離ないと、まあ、ちょっとトリッキーだもんね。そうですね、はい、ということでちょっとショットメーカーのちょっとクラブを見せていただきたいんですが、クラブ、じゃあアイアンからいきましょう、はい、ショットメーカー的な、はい、何番から入ってますか？7番からピッチングです。はい、これは 221CB。はい、ちょっと前のモデルですね。はい。で、シャフトがスチールファイバーですね。ああ、結構アップライトなんですね。そうなんですか。全然わかんなくて、うん、私。I70CW の70g なんですね。はい。で、ちょっと鉛貼って。はい。なんかスイングリズムがすごくいいですもんね。こうなんかゆったりって言われるんですけど、はあ、自分では振ってるつもりなんだけど、動画見たら結構遅いなって、はあ、なんかすごい切り返しの間があって、うん、あ、上手な人なんだなっていう感じのスイングでした。はい、で7からピッチングまでで、はい、次がこの3本オライオン。オライオン、54度58度です。55458なんですね、はい、うん、はあ、これが58だ。バンスがこんな感じでね、こんな感じです。丸っこい感じのね、はい、いい顔してますね。これはシャフトは NS950 ですね。はい、ですね。ウェッジは NS950、はい、そして6番ヤンからがこの U5U4U5、 それがね、僕ちょっとちらっと見えた時に、うわ、長いこと使ってんな名機と思って、見てもう一点にしか当たってないこの感じ、うん、その U5 はまだ新しいんですけど、はい、U4U3 が結構ずっと使って、これは名機、結構前のモデル、あ、これ結構大変でしょ集めるの。うん、もうずっと10年以上かな。40までは10年以上使われてると。はい。で、50は足したんですよ。あの、新しいやつを入れたんですけど、やっぱり、あの、打感がこっちの方が、うん、結構食いつく感じで、うん、新しいやつの方が飛ぶんですけど、ちょっと反発する分、うんうん、良すぎて。はい。だから6番アイアンがないから、もう6番アイアンの代わりが5ですよね。はい。6番アイアン、5番アイアンみたいな感じですよね。うん、はい。はい。そして、シャフトは U の 85R がこの5に入ってます。はいはい、で、多分 4U も同じなんですけど、もうやっぱ10年以上使われてるってことで。はい、もう消えてる。もう消えちゃってます。はい。なるほど。じゃあこれは昔に作った。はい。もうずーっと使ってますね。3U、19度。そうね、こことかももう結構剥げてきて、あ、うん、ね、身がヘッドカバーが取れたり、うん、拭くときに、うん、すごいな。で、シャフトがちょっとわからない、これも一緒ですね、多分 85R なんじゃないですかね、はい、U の、はい、で、3U19度、次が5番ウッドです。5番ウッド、これも結構長くて、おー、ローグ、ね、食いつくクラブが好きな感じですね、はい、すごくないもん、うん、これアマチュアの皆さんね、たまにヤスリで吸ってる人は丸ごと線ついてるからバレてるからねちゃんと打って、このそう、わ、食いつきで統一されてますね、はい、そうですね、あ、うん、食いつき系でね、うん、ベンタス 6S、 6S、 そう、
やっぱ距離感が大事。そうですね。うん。そして乗ってる感じが好きで。うんうん。あ、これだけ全然、まだ1年半ぐらい？あ、ロッテよ。お、これも面白い。ロッテよね。ロッテのスプーンってやつ。あ、ロフト立ってるね。すごいロフト立ってる。やっぱここら辺は飛距離が欲しくなってくるクラブ。そうですね。はい。うん。っていうことですかね。シャフターループ。ループのこれは、なんだろう。5の R って感じだね。これはどうやって見つけたんですか？これはいつもクラブ調整してもらってる人に、ちょっと前まで結構カットに打ってたんですけど、これが結構カットに打つ人にはおすすめって言われて、で借りました。で今も借りてる。カットに打つ人にはロッテのそれがおすすめなんだ。どういうあれなんだろう。さあ、パラダイムのトリプルダイヤ。トリプルダイヤドライバー、9度のプラス。で、ちょっとこっちに鉛張ってるという感じ、うん。これはなんか意味あるんですか？なんかちょっと捕まらなかったんで、捕まるように。こっちもね、来角立てて。で、はい、しかも1度立ててるから、8.5 度ぐらいなのかな、これ。ですかね、9.2 度の、マイナス1なので、8.2 度。8.2 度。いつも結構立ってるやつ。うん、ちょっとこう入るんで。でも、顔見せてもらっていいですか？あ、はい。でも全体的にアップライトなんですね。はい。こんな感じ。だからちょっとアップライトにしてちょっとカット目に打ってる感じですもんね。全体的に。重りは前が10、後ろが5と結構前重めに。前重めだ。はい。なんか珍しいね。でシャフト。はい。シャフトね。これがねすごい良さげ。はい。スピーダー、バイオレット。これ新しいシャフト。40の S。はい。ね。40の S。これはすごくなんか。うん。握らしてもらってこうやっても、うん、すごいなんかいい。これの前緑使ってたんですけど、はい、ちょっとこういう球が右に付ける球があったんですけど、うんうん、これに変えてから結構捕まるようになって、うん、まっすぐ行くようになりました。でもなんかすごい感じがいい、はい、なんか使ってみたいなみたいな、うん、結構いい。はい。さあそしてパタラブゴルフ、はい、有名な、そう、高級パタ、重心がないパタですね。はい、シンゴさんも使ってるモデルの短尺ですけど、チホソンも使ってるね。チホソンこの角っぽいやつの方ですね。はい、ね、重心がないパター。はい。これもお気に入りで。はい。なんかこうグリップ握り方がこうちょっと特徴的な合掌型っていうか、はい、これバレーのレシーブみたいな。でもちょっとだけ右手の方が下に来るんですね。はい、そうです。これどういうストロークするんですか？え、ストロークですか？はい。こういうふうにこうバレーのレシーブみたいな。はい。普通ですけど。両手を同じにするんだ。やっぱり手の高さが変わりすぎると、ちょっと感覚が。こう結構寝る癖があるんで。なんか親指、こっちの方がちっちゃいんですね。こっちの方が大きいんですね。いや、ちょっと爪は汚い。これ左の方が潰れてでかくなっちゃってる。え、そうなんですか？逆なんだ。ゴルフでですか？ほら。え？お前、生まれつき。めっちゃ右手強かったんじゃないですか？ジュニアの頃。まあ、あと左手トレーニングしたから太くなったのかな。あ、なるほどね。そんな気にしたことなかった。爪の大きさ。僕も、女子の爪の大きさ、注目したの初めてです。いやいや、俺左の方が太いから、ゴルファーってみんな左が太くなるんだと思ってたんだけど。そうなのか。うん、違ったと思って。どうなんだろう。今ゴルフしてないのバレる。はい。これが一番発売年が新しいモデルかな、キャディバッグの中で。ですね。うん。結構オールド好きな。パラダイムといい勝負。パター結構悩んでて。うん。で、今年、レギュラーツアー開幕から9試合連続予選落ちして。おっと。8試合目ぐらいから入れて、はい、良くなってきて、だんだん予選通るようになって。で、ステップカット。はい。森ビルカップ優勝パターン。じゃあもう、はい、来年は大爆発ですね。はい、QT はもう、これから ?QT、はい。再来週。あ、うん、再来週。はい。ファイナル。ファイナル。ファイナルね。ぐらいあると。35位までに入ったら開幕に出れます。あ、もう35位って決まってるんだ。大体35前後。あ、前後ね。はい、なるほど。なるほど。はい、そうですか。塩ボール。あ、塩ボール、最後。はい。ブリヂストンは契約ですか？ブリヂストン契約です。はい。中身映しても大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。
ツアー B。はい。はい。B を信じてますか？はい。B。ツアー B。X。硬い方。はい。あやめって書いてます。1個前のモデルです。あ、1個前の。じゃなくて。それはちょっと今年のやつはあまり自分好みじゃなくて。うん、うん、なるほど。ちょっとそれも反発っていうか、ちょっと飛んじゃうので、うんね、こっちの方がちょっと食いつく感じがあって。なるほど。まだ帰れてないって感じ。飛びすぎちゃうってことですね。飛びすぎちゃう。食いつきが。そうですね。なかなか女子でそういったこだわり強い人ってあんまり話聞いたことないから。うん、でも V1 派と V1X 派がいて、V1 派も結構多いよね、女子も、ね。うん。ただほら、前のモデル使ってるとかってあんまり聞かないじゃん。そうね。結構こだわり強いですよね。知らない割には意外とこだわり強い。感覚的に。素晴らしい。素晴らしい。食いつきに特化したクラブセッティング。ウェッジはね、なかなか手に入んないですけど、アイアンもユーティリティもウッドも、中古屋さんで調べると、ね、まあ、結構手頃な金額で手に入りそうな。うん、すごいいい顔してるね。うん、このピンで。はい。ブルーのやつ。はい。いいね、はい。ということで、はい、今年ステップ優勝したんで、来年の活躍で、もう期待大ですね、はい。そうですね。はい。はい。はい、ぜひ、来年はツアーの方で優勝を目指して頑張ってください。頑張ります。はい。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。